ターバックスコーヒーあるでしょね。あのスターバックスって、まあ、どんなイメージ持ってます？まあ高いですよね、お値段が高い。あ、そして意識高い系の人間が集まると。まあなんだろう、これこの話ね、なんかの動画の時にちょっと一回お話したかなとも思ったんですけど、まあ、ちょっとその進展させたねスターバックスにまつわるお話をねするんですが、まあ、スターバックス高いと、まあ、普通にコーヒー飲むのにね、やっぱり400〜500円美味しいですけどね、うん、しちゃいますし、スターバックスといえばね、店内ではねパソコンを広げてね、まあ Mac が多いですかね、しかもね Mac を広げてこうなんかやってたりとかね、まあ、あと本を読んでいたり、まあ、学生さんがねとか社会人の方でもこう勉強していたりっていうね、あとこうこじゃれたね意識高い系の人がこう、まあ、集まる割とね、そんなイメージであるじゃないですか。まあ多少偏見はありますけど、そういう人多いですよね。昔ねアメリカ行った時にもうスターバックス入った時にね思ったのが、ああ一緒だと思って、これ一緒なんだと思ってね、あの日本で見るスターバックスの風景とアメリカで見たねスターバックスの風景があまりにも一緒だったんで、あ、これ世界共通なんだなって思ったんですよね。で、このお話はね、ちらっとこう前なんかのお話したと思うんですけど、この間僕タイに行ったじゃないですか。そこで、スターバックスの存在意義っていうのがすごくよく分かったんですよ。スターバックスは確かに高いです、値段がね。まあ普通にちょっと飲むコーヒーとしては、まあ高いっていうか、まあまあ高めですよね。特に最近コーヒーってね、コンビニのコーヒーも美味しいですから、まあそういうので済ませるし、あとちょっと自分、気分がね、乗った時には、こう、スターバックス飲んだりするけども、普段からガブガブ毎日っていう風にはね、私みたいな、こう、田舎者にはなかなか毎回、毎度毎度っていうわけにはいかないですよね。確かにね、私ね、スターバックスラテめっちゃ好きなんで、どうだろう、でもな、月に一回飲むか飲まないかぐらいかな、言うてもね、まあ年に5、6回かな、2月に1回ぐらいかな、まあ飲んでますけどね。で、そのタイに行った時に、まあ、まあ、お国柄って、まあ、世界中ね、いろんなお国柄あると思うんですけど、タイはなんせね、甘い。何飲もうが死ぬほど甘いです。日本茶もあるんですけど、日本茶も砂糖入ってます。昔、インド行ったことあるんですけど、インドもまあ、何飲もうがめちゃめちゃ甘いんですよ。さらにインドはね、コーヒーをね、飲もうがね、スパイス。インド風のスパイスってあるでしょ？入ってるんですよ、本当に。入ってるんです。まあ、チャイってね、インドのお茶、あるじゃないですか、紅茶なんですけど、まあ、それがミルクとね、スパイスたっぷりと。で、やっぱりね、普段飲み慣れているコーヒーを飲みたいと思っても、まあ、当然ね、ヨーロッパとかアメリカに行けばね、飲めると思うんですけど、まあ、そうじゃない、普段私たちが飲み慣れているようなコーヒー、なかなか飲めない状況っていうのも出てきますよね。そういった時ですよ。そういうコーヒー飲みたい時にスターバックス行けば世界中ね、あの味のコーヒーが飲めるんですよね。これがスターバックスのね、存在意義かと思ったことがあってね、まあ私みたいな意識高い系の人間にはね、スターバックスはね超似合ってますけどね。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はね、またご質問を頂戴しました。これは Facebook ページの方からね、いただいたんですけども、ありがとうございます。世の中に軽量ボディがすごくいっぱい出回ってますけど、実際どんな時に使い分けるものですか、もしくは軽量ボディはどんな効果があるんですかと、ね、いうご質問を頂戴しました。おそらくね、文面から察するにサーキットに行ったことないか、もしくはちょっと行ったことある程度の方じゃないかなと思うんですけども、そうですね、どうしよう、まずじゃあ、存在意義、これはタミヤのねフェラーリ458チャレンジだったかな、599違う、あ、458チャレンジだね、のボディ、これはね普通のノーマルの重さのボディですね。でここに用意したのが、先日私 TITC で使ったあのね、シール三浦さんが2時間かけて貼ってくれた。この、ボディ、また綺麗なまんまですね。これ軽量ボディなんですね。
まあ、もちろんこれボディの種類が違うので、あれなん、ちょっと比較対象というわけにいかないんですけども、じゃあ重いボディこれ普段使っていて、まあ、これもやっぱ駐車場とかじゃね、多分違いはまあ分からなくもないですけど、サーキットに行ったことない感じで遊んでる方だと正直ね違いは分からないと思うんですけども、サーキットである程度とりあえず当たらずにね、楽しく周回ができるようになってきた方がですね、じゃあこれの同じ458チャレンジの軽量ボディにしたとします。動きは変わるか、めちゃめちゃ変わります。別の車かっていうぐらい劇的に変化します。じゃあどっちがいいのかって話になってくると、それはちょっと難しい話になるんですけど、環境によりますね。ただしサーキット、全国のサーキットへ行かれると、で一定以上のグリップを保っているサーキットであれば、もうほぼほぼの状況で軽量ボディの方がいいです。言い切っちゃいましたけど、まあ、これはねグリップ力にも左右されるんですが、もちろんね車のバランスによって重いボディの方がいい場合はあるんですけども、とりあえず一定以上のグリップを保っているサーキット走行ってことであれば、軽量ボディを乗っけてそれに対して合うようなセッティング、味付けっていうのをしていくと、確実にはとは言えないな、もうほとんどの場合軽量ボディの方が優秀です。だから例えばね、タミヤグランプリでも上位の人とか、とまあ当然、タミヤのワーチャン、ね、ワールドチャンピオン決定戦とか、そうじゃなくてもサーキットの上級者なんかのボディを、見せてもらったり、そのレースに使ったボディなんか見せてもらうと、ほぼほぼもう9割以上は軽量ボディとなってますね。じゃあもう最初から軽量ボディ使えばいいじゃないって思うかもしれませんが、重いボディにはね、重いボディのいいところがあります。こっち軽量でしたね。重いボディのいいところをいくつか挙げていきますね。まずはね、単純に耐久性の問題ですね。重いボディの方が当たり前ですが肉厚なので、軽量ボディと比べると、頑丈ですね。頑丈なので長持ちしますね。今もうねこれを見られているのが中級者の方ならね、ご自分の初心者の時を思い出すとよくわかりますよね。もう最初なんてね、もうボディの一生懸命ね、初めて買ったラジコンを作りましたよ、ね、頑張って気合入れて塗りました、塗り分けもしてね、ステッカーも時間かけて貼ってできた、意気揚々とサーキットに行きました。どうなりましたか。もう一日でね、まあ人にもよると思うんですけど、まあどうですね、私の感覚で半数の方はね一日でもう見るも無残な姿になるんですよ。大変残念ながら、本当初心者であればあるほどね、ボディの特にフロント周りの消耗具合っていうのは本当に激しくて、まあ割れるっていうのはねもちろんね、フロントにリップついてる場合のボディもあるでしょ。これなんかだとね、もうね、もうバッテリー 2,3 本やったらもう取れちゃうんじゃないかってぐらいになります。でそうじゃないにしても割れていってね、もうこの辺がなくなってしまったり、下半分なくなってしまったりと、よく見る光景です。まあそういうね状況は、ね、残念ながらやっぱりね、まあもちろんねそのスタンスによります。丁寧に慎重タイプだとそこまで一気にはいかないですけども、まあ私の経験ですと半数ぐらいの方がね、一生懸命手塩をかけて作ったボディというのがね、見るも無駄に壊れていくという姿がありますので、やはりそれを考えると初心者の方はね、やはりその速さというよりも耐久性を考えて重いボディにした方がいいですね。で、まあこれはねちょっと貼ってないです、私買ってるやつなんでね、重くはなってしまうんですけども、タミヤから例えばグラスメッシュテープ、まあタミヤさんじゃなくてもいろいろ出てますけど、そういったものをねペタッとこう内側からね最初に、もう割れてから、あれはね割れてから貼るものではないですね、先に割れる前に先に貼っておくと一番効果的です。あとシューグーとか、タミヤさんからなんだっけ、最近半年ぐらい前に出ましたよね、シューグー的なボディ補強
材みたいな出ましたよね。ああいったものをメッシュとね組み合わせて事前に使っていただくと長持ちますのでね、まあ、これはワンポイントアドバイスですけども、あとなるべく初心者さんの場合ね、リップのついてないもの、あのこだわりがあるならそっちを優先してくださいね。このボディかっこいい、このボディ使いたいっていうのはもちろんもうマストです。それが一番優先ですけど、特にそういうこだわりはないんだと、ね、何にしようかなっていう場合でしたら、私のおすすめはこの458チャレンジね、見ての通りリップが少ないんですね。あとボディの特性も非常に運転しやすい特性になってますのでね、フロントが逃げるっていうんですかね、ですので初心者におすすめのボディとなってます。あとねフェラーリ599っていうのもあるんですけど、そちらも、リップが少なくて動きもね、動きは速いんですけどアンダーステアの方向になるので、そちらもねおすすめです。私のおすすめはその2点ですね。上級者になると同じような当たり方しても実は壊れなくなったりするのって見たこととか経験とかないですか？なんであんなガンと当たったのに壊れてないんだろうとかね、足回りにしてもボディにしてもね、それはね上級者になってくるともう無意識で反射的に当たる瞬間っていうのはハンドルを戻していたりスロットルをちゃんと緩めた状態で当たったりしてるんですね。あとコーナー中だったりすると、ハンドルも切れすぎていないとかね、まあ、いろんな要素はあるんですけど、特に初心者さんの場合当たる瞬間も全開で逃げていたりとかね、そういった場合もしますのでね、全開でハンドル切れていたりっていう場合が多いから壊れやすいんですけども、まあ、そういうの含めてもまずは軽量ボディいいんだっていうよりも耐久性という意味でぜひノーマルボディを選んでいただきたいなって思います。じゃあ走りの面ではどうなのって話だと、実はね全く使い道がないわけじゃないですね。結構、まあ、これはもう、まあ、環境によるんで何とも言えないんですけども、漠然とこんな感じで考えていただくといいのが、路面グリップが低い状況だとノーマルボディの方がいい場合が結構あります。まあ、うちの場合ですと例えばね、まあ、うちカーペットコースなんですけど、レイアウト変更をね、まあ、例えば3ヶ月に1回とか行うんですね。チェンジをした直後だとやっぱりグリップがすごく下がっちゃうんですね。使ってないところを通ったりとかね、ホコリが舞っちゃったりとかっていうんで、そうなってくると軽量ボディよりも重いボディを使った方がもう全然走りやすいです。まあ、それは理由としてはね、重量物が上にあるんでしっかり車がロールしてタイヤが仕事をするっていう力が働きやすいんですね。そもそもねグリップも低いから速い動きも必要ないですし、重いボディの方が良かったりもします。であとねタミヤグランプリなんかね、特設コース特設会場がもうほぼほぼですよね。そうなってくるとやはり朝の練習時間とかってすごくグリップが低いと思います。そういった時も軽量ボディではなくて、重いボディを使った方がいい場合がかなりありますのでね、もしよかったらそれも覚えておいてください。でもちろん上級者がね軽量ボディしか持っていないのかって言うとそういうわけではないですね。普段の練習なんかですと軽量もったいないからってわざとね重いボディを使って、練習と割り切って使ったりっていう場合もありますし、あとね車の状態が悪い場合、メンテを全然してなくてね、もう練習専用と割り切ってボロい状態、まあそういうつもりなくても、まあ、初心者の方でねまだメンテナンス行き届いていなくって、車の状態が実は悪いっていう場合もあります。そういう時も重いボディを使っていただくと、渋くて動かなかった部分が動いたり稼働したりするんで、私ねバギーなんかでよくあるんですけど、実はバギーもね軽量ボディ路面によってね使い分けるんですけど、まあ、路面によって使い分けるっていう意味ではバギーの方がめっちゃ多いかなね。まあそれはちょっと余談なんですが、私車ってねメンテナンスしないんで、車いっぱいあるのと、まあ、構ってられないんでね、まああと本当なんか定期的にはやるんですけども、1台の車を集中して愛すっていう感じじゃなくなってますから、まあ、ボロい状態で走らすことはかなり多いんですね。真似しちゃダメですよ、私は分かっててやってますからね。なんですけど車がボロい状態だとやっぱりねもう重いボディつけた方が圧倒的に動きが楽なんですね。まあかといって速いかっていうとやっぱりいい状態の軽量ボディつけたのにはもう到底追いつかないんですけども、まあそれでもねそういった考え方もできるという意味でもしね知っていただくといいかなと思います。ということで軽量ボディの
ね、有用性、まあ、ちょっとね話もそれてオモボディの考え方とかも、お話ししてしまいましたけども、まあ、大体こんな感じかなと思いますのでね、ぜひご参考にしていただければなと思います。まあ、なんかボディのことでねご質問あったらお気軽にご連絡いただければと思います。今日の話ね良かったと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンをお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。